どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、2024年初めてのちょっと細かい話やっていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までお付き合いいただければなと。 思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。それはね、早速内容に入っていきたいなと思うんですけども、こちらニュートっていうね、サイトの目ガわりセールでやっているんですけども、このね、旅みくじキャンペーンが1月10日までやってるんですよね。これ、クリックしていただくとですね、もう私はね、今日の分引いちゃったんで、もう今は引けないんですけども、 旅見くじっていうのが引けて、これね、ポイントがもらえるんですよね。で、2回ね、引くことができます。1回は普通に引けて、2回目は、 えっと、誰かにね、シェアすると、えー、もう一回弾けるみたいな感じで、まあ、ラインでね、適当にあの、公式アカウントのね、まあ、私でもいいんですけども、適当にあの、転送すればですね、2回ね、これ弾けるっていう風になりまして、これね、5000ポイントとかね、当たるんですよね、普通に。で、しかもね、この旅びくうちが1月10日までやってるんですけども、このね、当たったポイントっていうのはね、どんどん蓄積されていくっていう風になりますんで、まあ、1日目にね、5000当たったら、また次の日、えー、300円とかね、まあ、 いろいろ当たっていくと思うんですけども、これどんどん蓄積されていって、このポイントをね。 このニュートっていうね、サイトで使えるっていうふうになりますんで、これね、旅系のサイトなんですけども、1月10日までね、ポイント貯めて使っていただくのはね、結構いいんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、概要欄にね、公式サイト載せておきますんで、ぜひね、こちら1月10日まで毎日ね、2回旅みくじ引けるっていうふうになりますんで、ぜひね、やっといていただければなと思います。紹介コードをね、一応載せておきますので、そちらね、利用していただくと8、8%オフのクーポンがね、まあもらえるっていうふうになりますんで、まあそのクーポンとね、 このポイント一緒に使えるんじゃないかななんていう風に思いますので、ぜひこちらね、毎日引いてください。私もね、これ知ってからね、ずっと毎日引いてるんですけども、今6000ちょっとぐらいのね、ポイント溜まってますんで、海外ツアーとか海外ホテルとかね、利用することができるんで、これはね、普通にめちゃくちゃいいと思いますんで、ぜひ利用してください。 では次ですね、JAL のね、新春お年玉企画はですね、こちらね、私、コミュニティ欄でね、結局言わなかったのかなまあ、知ってたんですけども、行われること自体は、科学表とかね、出そうと思ってたんですけども、こちらね、中止になりましたので、残念ではありますけどもね、こういった形になりました。で、次ですね、ララポート、三井アウトレットパークなど限定、二人一人、500ポイント。 当たる。さらに、強運の人は100名様に5万ポイントもということで、えー、ララポート三井アウトレットパークね、近くにある方で、よくね、利用される方は、えー、三井住友カードでね、こちら行われているキャンペーンで、ララポート三井アウトレットパークでね、5000以上買い物していただくと、2人に1人当たるということで、こちらね、よく利用される方はですね、こちら2月の25日までやっていて、えー、合計5000、 え以上ね、利用していただくと、抽選で2人に1人ということで結構確率高いですよね。これはね、いいんじゃないかな、なんていう風に思いますんで、えー、ララポートは三井アウトレットパークね、えー、近くにある方、まあ、ララポートとかね、近くにあったらね、多分行く方結構多いんじゃないかな、なんていう風に思いますんで、ぜひね、こちらエントリーしていただいて、えー、三井住友カードでね、支払っといていただければな、と思います。対象カードは、うんえー、三井住友カードのプロパーから、 ANA とかは対象外になってますね。はい。V ポイントが貯まるクレジットカードなんですけども、残念ながら ANA とか入っておりませんのでね、この点は注意してください。 それでは次にね、ダイナースカードですね。ダイナースカードでね、こんないいキャンペーン珍しいなとか言ったりあるかもしれないんですけども、ショッピング利用5万円以上の中で、抽選で2人に1人プレゼントということで、最大10万円相当の宿泊券ギフトもね、当たるということで、こちら1月1日からね、3月31日までやられているキャンペーンなんですけども、ダイナースカードね、5万円以上利用していただくと、2人に1人ですね、500ポイントが当たって、で、100名様に1万ポイント、20名 様に10万円相当のペア宿泊券ギフト券ということでまあ2人に1人にね500ポイント当たるのであれば結構高確率でね、まあ、当たるのではないのかななんていうふうに思いますのでこれいいですよねダイナースカードね私はね審査をしてなかなか発行することができないんですけどもえもしね持っている方は5万円以上ね利用しておいていただければなと。 思います。で、適用条件ですね。キャンペーン中に登録の上、ダイナスクラブカード、ショッピング、一括、ボーナス、リボル、リボルビング払いで合計5万円以上利用していた方が対象ということで、5万円ごとに、一つ、一口ずつ増え、合計20回以上で2倍、50回以上で5倍となり、口数が増えるほど当選確率アップします。上限100口ということで、こちらね、エントリー必要になっておりますので、忘れずにね、エントリーしといてください。 それでは次にですね、ドコモマネックス業務提携開始ということで、新ニーサでの D カード積み立てなど実現へということで、とうとうね、マネックス証券で D カードのね、クリカ積み立て始まりますね。 こちらもね、まだ開始時期とか書いてなさそうですけども、こちらは楽しみですね。どんな感じになるんですかね。先日 D カードのプラチナとかもね、商標登録されましたので、プラチナだとね、何みたいなのあるかもしれないですね。では次ですね、Eneos ありますよね。今、ANA カードと JAL カードで Eneos って定型点っていう感じで、 クレジットカード会社のポイントとは別に、さらに ANA でクレジットカード決済すると、100円で1マイルということで、1%のね、ANA カードであれば、100円でね、さらに1マイルもらえるということで、2%還元でね、この a n a o s っていうのは、ANA のね、定型店として利用することができてたんですよね。で、またね、JAL もね、JAL カードも、この a n a o s ね、定型店で入ってたわけなんですけども、まあ、今までね、JAL カード特約券で、 100円で2マイルですね。ショッピングマイルプレミアム加入している方は限定にはなりますけれども、100円で2マイル貯まってたと思うんですけれども、残念ながら2024年3月31日で終了っていうのが発表されてしまいました。こちら ANA、JAL ね、両方とも、ね、終了がね、発表されたっていうふうになりますんで、まあこれ、なんか他のカードでもね、切られてるみたいなので、まあ n e o s 側がね、こういうことをもうやめたっぽいですね。 はい。このね、エネオスね、各カードでえ利用されてた方ね、結構多かったと思うんですけどもえ、残念ですね。2024年3月31日のご利用分をもって終了っていたがちになります。では次ですね、こちらポンタポイントなんですけども、幸せはポンポンやってくる、29451、福よい ポンタポイント当たるキャンペーンがですね、こちらね、来ております。キャンペーン期間1月5日から1月31日ということで、こちらね、加盟店でエントリーしといていただいてね、1ポイント以上貯めた方は20 2014名様に50ポイント、15ポイント以上貯めた方に10名様に29,451、 コンタポイントということで、えこちらねエントリーしてねあのポイント貯めるだけでね当たるかもしれないっていう風になりますね。これはポチってエントリーしときましょう。まあそんなにね条件自体が厳しくないんでエントリーしてポイント貯めたら当たるかもしれないっていうことですんでね。それでは次ですね。必ずもらえる Amazon ギフト券1000円ということでポイントインカムでこのねキャンペーンがまた開始になりました。ポイントインカムね新規登録されてない方はですね会員登録していただいて初めてポイント交換すると漏れなく Amazon ギフト券1000円もらえます。 ます <laughs> これね、めちゃくちゃお得なんで、ぜひね、えー、ポイントインカムね、登録されてない方は、こちらね、やっておきましょう。こちらね、会員登録していただいて、案件を1個こなして、ポイント交換すると、アマゲンギフト券1000もらえるっていう風になりますんで、会員登録していただいたらですね、このトップページのサービスっていうところから、即追加っていうのがありますよね。この即追加っていうのは、このポイントサイトの案件っていうのは、基本的に利用してからね、ポイント付与まで時間がかかるものなんですよね。なんですけども、この即 付与案件にあるものは基本的に、ね、すぐ追加になるっていうふうになりますんで私の紹介コードからね入っていただくと登録しただけで250円もらえますのでまあこれね 10ポイント1円になりますねこれだったら1000円分のポイント、これだったらね、200円分のポイントが追加になりますんで、ANA 前にね、4000ポイント、400円分のポイントからね、確か交換できたと思いますので、250ポイント登録しただけでもらえるっていう風になりますんで、まあ、こことかね、あと DMMTV とかね、ちょっとあまりにね、ここら辺の低いポイントだとポイント交換できなかったりするんですけれども、まあ、ここら辺のポイントとかね、初月無料のもの、登録していただいて、 即用案件ですね。利用していただければ速攻ポイント交換できたアマゾンギート券1000円ゲットできるっていう風になりますんで、おすすめとしてはこのユー、e、ネクスト DMMTV ですかね。あとね、こちらは、えっ、ー、と、スマホじゃないと、ね、アクセスできないんですけども、キャッシュのチャージ式のビザカード。こちら持ってない方はですね、この案件もおすすめです。チャージ式ビザカードということで、こちらね、ダウンロードしていただいて、ウィークリーチャレンジに応募していただくと180円分のポイントが もらいます。私の紹介コードでね、250円もらえるっていう風になりますで、これでポイント交換ができます。で、このね、ウィークリーチャレンジって何ですかっていう話なんですけども、とダウンロードしていただくとね、こっちリワードっていうのがありますよね。リワードをクリックしていただくと、デイリールーレットっていうね、これ毎日ね、無料で回すことができるルーレットなんですけども、私もね、2、3日やって、今もうね、3000ポイントぐらいまで稼げましたんで、 これで、えー、3000ポイントぐらいまでログインすればね、これ回せますん、ね、で、毎日。ポイントを稼いでいただいて、このね、ウィークリーチャレンジっていうところから、まあ、ミスタードーナツとかね、まあ、あの、ポイントが足りるものをね、あの、入れていていただければ、これでね、条件達成っていうふうになりますんで、特にね、お金かからず、この180円分ね、ゲットできるっていうふうになりますし、 ポイント交換すればね、アマギフもらえるっていう風になりますんで、このキャッシュの案件だけね、スマホじゃないとアクセスできないんで、この点だけ注意していただければなと思うんですけども、これでね、アマゾンギフト券1000もらえるんだったら結構いいと思います。まあ、キャッシュめんどくさいっていう方はね、まあ、この UNEXT がね、普通にあの初月無料で利用することできますんで、これもね、結構おすすめです。それでは次にですね、アポロステーションビザプラチナということで、こちらね、先月ね、こちらのビジネスプラチナがね、結構有名になって、皆さんね、 突撃して、最後の方ね、あのー、審査をほとんどの人が落とされるっていうね、ひどい、ひどい対応だったわけなんですけども、このアポロステーションプラチナ、こちら個人カードの方がですね、年会費ね、こちら2万2000円かかるクレジットカードなんですけども、100%案件ということで、2万2000円で、ポイントサイトの案件が出ております。で、こちらで、ね、発行後5000円以上利用していただくと、2万2000円、年会費分がね、ポイント回収できるということで、 こちらカード発行とね、翌月,月月末までに5000利用していただければね、22000もらえるんですけれども、このクレジットカードですね、まずプライオリティパスが付いております。回数無制限のね、プレステージ会員で利用することができるっていう風になりますんで、プライオリティパスね、1年間ね、実質無料で利用されたいっていう方もおすすめっていう風になっておりますし、 で、このクレジットカードね、いくつかね、特典がございまして、年会費免除のサービスがあるんですよね。年間300万円以上決済していただくと、次年度の年会費2万2000円が無料になりますということで、プライティパスね、プレステージ会員で付いているんですけども、年間300万切れる方、突っ込める方はですね、 もうプライティパスね、無料で維持することができるっていう風になるんですよね。ですので、年間300万ぐらいね、入れるのはね、余裕だっていう人は、まあ、あんまりいないかもしれないですけども、まあ、そういう方はですね、このカードね、めちゃくちゃいいですよね。もうプライティパスね、無料でプレスエージ会員毎年利用することができて、またね、これ、いでみつのね、クレジットカードっていう風になりますんで、ガソリン代もね、割引になるっていう風になりますんで、車乗ってる方でね、あの、利用できる方ね、非常におす,すめですね。まあそ それ以外にもですね、プラチナカードなんでね、コンシェルジュサービスであったり、またね、あの、アメックスのブレンドにしていただければ、セゾンコネクトとかもね、利用することができると思いますんでね。あとね、ロードサービスとかも無料ですし、あとね、イデミツハウスサービスっていうのもえ無料で付いてるんですよね。水回りのトラブルとかえ、鍵の紛失とかの会場を無料対応いたしますということで、いいですよね。まあ、こういったのがね、結構ついておりますので、 持ってない方は、まあ1年間だけでもね、まあ実質無料で利用することができるっていうふうになりますんで、非常におすすめです。で、またね、家族カードもですね、初年度え年会費無料で利用することができるっていうふうになっておりまして、まあそれ以降はね、あの3300円かかりますんで、まあ1年間だけでもね、家族カード無料で、またね、プライティパスも家族会員に利用することができるっていうふうになりますんで、私ね、こちらのプラチナカードね、あの先日の案件の時発行したんですけども、プラチナカードの方はね、 追加カード9枚まで発行できて、9枚全部初年度無料で、しかも9枚全部ね、プライティパス、プレステージ会員で利用することができるっていうね、あの、コンシェルジュの回答でめちゃくちゃびっくりしたんですけども、家族カードもね、あの、プライティパス発行することができるっていう風になりますんで、まあ M U F G、MUFG プラチナみたいな感じでね、あの、利用することができるっていう風になりますんで、ぜひこちらね、 欲しいよっていう方は発行ね、しといていただければなと思います。ポイントインカムで実質無料。ハピタスでも案件あるんですけども、ハピタスの方はね、ちょっとね、ポイント数下がるっていう風になりますんで、まあちょっとね、マリオットポイントを貯めたい方はね、こっちでもいいかなっていうところなんですけども、まあちょっとね、3000ぐらいで、ね、手出し出てしまいますので、まあここはね、お好みになるわけなんですけども、一応ね、ハピタスでも案件はね、同じような感じであるっていう風になります。 はい。それでは次ですね、ヒルトンホテルがですね、ウェルカムボーナスオファーっていうのを開始いたしました。これは今までね、ヒルトンホテルのアカウントを持ってない方にね、適用されるということで、2024年1月1日以降ですね、ヒルトンホテルのね、アカウント作って、6ヶ月以内にですね、1滞在していただくと1000ボーナスポイントで、2回目の滞在していただくと2000ボーナスポイントで、最大3000ボーナスポイントがね、もらえるっていうふうになります ししててて入会後、ね、6ヶ月以内に、まあ、3 3000滞在で3000ポインンントをねねもらえるっていう、ね、キャンペーンを開始しておりますこれねヒルトンはずーっとね定期的にやってるんですけども、まあ、知らない方も、ね、いらっしゃるかななんていうふうに思いますし今ねヒルトンアメックセ新規入会キャンペーン強化されておりますのでこの機会にねヒルトンアメックス使う方でですね3滞在していただくと最大ね3000ポイントもらえるっていうふうになりますんでこちらはぜひ え、チェックしといてください。一応ね、優勝の滞在じゃないと、この1000ポイントの1滞在1000ポイントもらえないっていうふうになりますんで、ポイント宿泊とかはね、あの対象外になりますんで、その点はね、 注意していただきたいなと思うんですけれども、一応こういったキャンペーンやっておりますんでね、ヒルトアメックス検討されている方はぜひ覚えておいてください。それでは次にですね、ちょっとこちらにね、画面切り替えさせていただきますけども、マリオットボンボンホテルのソフトランディングの規約はですね、更新されました。こちらね、一つの動画にするか非常に迷ったんですけども、このソフトランディングね、去年すごい2点3点したんですよね。 ある、なし、ある、結局あるみたいな感じで、あの、このマリオットモンブルホテルのソフトランニングっていうのはですね、アンバサダーってステータスがありますよね。で、また、チタンっていうステータスがあって、このソフトランニングっていうのは、アンバサダー、チタンの方が、その年に修行しなかったら、翌年にね、アンバサダーの方はチタン。 チタンの方はプラチナに落ちる。このソフトランディングがあると、まあ、チタンの方がプラチナ、アンバサダーの方がチタンっていう感じで、まあ一個下のね、ステータスに落ちるのがソフトランディングなんて言われてるんですけども、これがね、ソフトランディングがじゃなくてクラッシュランニングだから、まあそういった感じでね、あの、チタンだったけど、 このマリオとアメックスプレミアムカードを持ってる人は持ってるだけでゴールドステータスになりますよね。ですのでそのままゴールドに落ちる。アンバサダーの方が何もし上がったらゴールドに落ちる。これがクラッシュランニングっていうね、感じで言われてるんですけども、これがどっちの対応になるかっていうのが、えー、毎年ね、あの、構築サイトで発表されているわけなんですけども、これがですね、先日更新されまして、一応ね、 ソフトランディングあるそうです。ですので、えー、アンバサダーの方で昨年修行しなかった方は、チタンになりますし、チタンの方が昨年修行されなかった方は今年ね、プラチネル落ちるっていう、 ようです。っていうのも、このようですっていうね、この、あの、微妙な感じで言ってるのはですね、昨年ね、あの、あるなし、あるなしでね、結構ありまして、ちょっとね、あの、画面切り替えさせていただきますけども、こちらがね、公式サイトになっておりまして、2024年のエリ,ートエリートステータスに再達成しなかったメンバーは、2025年2月まで、 現在のステータスより1段階低いレベルが提供されます。メンバーは2024年3月に新しいステータスを確認し、2024年2月まで既存のステータスを楽しむことができますということで、一応ね、ソフトランディングは提供されるっていう予定みたいなんですよね。何度も言ってますけども、去年ね、あの結局なったりな,なかったりみたいなね、あの2点3点しましたので、一応、 まあ、こういった感じでね、発表されたっていうことは頭入れといていただければなと思います。ちょっとね、蓋を開けてみないとね、わかんない部分ね、ありますので、まあ、多分大丈夫だと思うんですけどね、去年ね、2点3点したんで、えー、今回はですね、一つの動画ではなく、ちょっとね、細かい話にね、あの、突っ込ませていただいたって言いた形になります。あっちゃそがれ、こがねじせよ。 はい、ということで、機内安全ビデオをね、見ていただいたわけなんですけども、こちらですね、大韓航空の新しいね、え機内安全ビデオ。まあ、これね、YouTube とかにも出ておりますんで、えー、見ない方いらっしゃいましたらね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思うんですけども、なんとね、機内安全ビデオですね、AI で作られたね、 あの、CA の方が案内していただけると。まあ、こういったね、新しいビデオはね、公開されて非常に話題になっておりますので、まあ、これね、びっくりですよね。機内安全ビデオって普通あの、人がね、やるのが、 あの、通常、まあ今までのね、あれだったんですけども、まあこれもね、時代ですよね。とうとう AI の女性がね、あの、案内していただけるね、時代になりましたということで、まあ気になる方はぜひね、チェックしてください。まあ大韓航空のね、新しいビデオね、こういった形になりますんで、もしね、大韓航空で乗る予定のある方はですね、ぜひこちらね、チェックしてみていただければなと思います。 こちらね、ちょっとね、不思議な感じがしますよね。え、それでは次にですね、アメックスのね、キャッシュバックに、ね、え、アロフと東京銀座のレストランと、 え、こちら JW マリオットならのね、キャッシュバック来ているっていうふうになりますんで、まあこちらね、私は、えっと、アメックスのビジネスゴールドとか、マリオットとアメックスにもね、来ていたっていうふうになりますんで、ちょっとどのカードにね、来てるかわかりませんけども、もしね、利用予定のある方はですね、ぜひね、エントリーしといていただければなと思います。えー、アロフト東京銀座レストランで2万円のご利用で5000キャッシュバックですね。期間が、えー、エントリーがね、必要になっておりまして、2024年3月31日までにアロフト東京の銀座レストラン レストランにて2万円以上利用していただくと5000キャッシュバックで合計が10万円までということで、まあ2万円で5000キャッシュバックなんだよね。 結構使わないとね、キャッシュバックは受けれないわけなんですけども、一応こういったのが始まってて、あともう一個ね、JW マリオットで3000以上で5000キャッシュバックということで、こちらはエントリーしていただいて、3月の15日までに JW マリオットならで3万円以上の利用で5000キャッシュバック、合計金額は1万円までっていうふうになります。こちらね、エントリー必要になっておりまして、両方ともね、確認するっていうのが出ておりますので、この点注意していただければなと、 思います。あとね、クイックペイ対象外なんでね、基本的にはこの物理カードでね、支払っていただく必要がございますんで、この点は注意してください。はい、ということで今回ね、えー、細かいニュースね、まとめて紹介させていただいたわけなんですけども、えー、概要欄にですね、各ね、 公式やとあるものは全部ね、載せておきますので、気になるものがございましたら、ぜひね、チェックしていただければなと思います。私のね、LINE 公式アカウントで、マイル診断、ポイントサイト診断ね、利用できるように、無料でね、あの、しましたので、興味のある方はですね、LINE 公式アカウントぜひね、 ここら辺に載せておきますんで、利用ね、していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ